はい、皆さんこんばんは。さあ、それでは今回はですね、ツイッターとかメールで、よくいただく質問をですね、まとめて動画で、より簡潔にお答えしていこうと思いますと。まあ、今まではね、昔は結構一個一個まめに返信してたんですけど、数が増えてきちゃうとね、それもちょっと億劫になってしまって、ずっとここのとこ放置しておりますので、動画でまとめてお答えさせていただきたいと思います。さあ、最初の質問ですね、アイコンが忍者飯というお菓子によく似ていますねという質問です。これめっちゃ多いです。8年ぐらい前からほぼ毎日誰かしらからこの似てるねっていうリプライがもらえます。ちょっと持ってますけど、簡単に答えますと、ガッチマンのツイッターとか、YouTube のアイコンは忍者飯のブルーベリー味をちょっと変えたものです。だから答えは、似てるんじゃなくて忍者飯です。はい、続いての質問です。埼玉県、入間市に、住んでいらっしゃるんですかという質問です。これはおそらくそのジェイソンのコラボ実況で、私が入間ボーリングとか、三井アウトレットパーク入間というキャラクターネームを使用したのと、埼玉在住であることから、皆さんが勘違いおっしゃってるような質問でございますが、完全に私は埼玉県入間市とは関係がありません。さまたまあのジェイソンの中で、ジェイソン撮る前に GTA の動画で入間ボーリングじゃねえ、人間ボーリングっていうタイトルのゲームをした直後だったので、それをもじって入間ボーリングにしましたと。で、その後なんかのつながりで、その埼玉県に入間市っていうのがあるのは知っていたので、そのつながりでその入間市にありそうなものの名前をつけただけであって、実際は私は入間とは関係ないです。というか、ほとんど入間に行ったことがありません。はい、続いてです。家族構成はと、ペットは何匹飼っているのという質問ですね。プライベートな質問ですね。だいぶうちはですね、嫁さんと9歳の娘、小学校4年生の娘と1歳9ヶ月の息子の4人家族です。で、ペットは猫が2匹に犬が1匹でございます。で、実況者同士で結婚したんですかっていう質問結構あるんですけど、そうではありません。もともと結婚してて、2人で最初ゲーム実況を始めたので、2人とも実況者であります。まあ、現在トラジンはもうゲーム実況者じゃないんですが、毎週木曜日の23時ぐらいから YouTube ライブで人生相談みたいな、YouTube ライブをやってるみたいです。よかったら見に行ってあげてください。はい、続いての質問です。Twitter でたまに声優さんと喋ってるけど、どういう関係ってね、たまにね、あの本当有名な声優さんと私が急に喋ったりしてますけど、どういう関係なんでしょうね。気になっちゃいますね。いや、あの前にお仕事でよく一緒にしてたので、そういったつながりで未だによく仲良くさせていただいている声優さんが多いです。はい、続きまして、ホラーゲーム以外のゲームはやらないのという質問です。そんなことありません。プライベートと動画以外の部分では、7割以上が、通常のゲームです。こんな感じでですね、たくさん最新のゲームなんかも買っております。エンディングで流れてる曲は何？この曲はですね、どっかの曲ではなく私のオリジナル曲です。月曜スペシャルというような曲でしてですね、基本的にあのプロの作曲家さんに、まあ、高い金払ってって言い方は悪いですけど、まあお金をお支払いして作っていただいた曲です。いろんなバージョンがあります。8ビットバージョンとかね、滑らかバージョンとか通常のバージョンなんかもございます。YouTube なんかでは実際投稿しておりませんので、そのうち何かで、ね、タイミングで上がれたらいいかなと考えております。はい、続いての質問です。配信者同士でよくゲームが被るがなぜですかと。これもよくありますね。これなんかね、あれですね、あの〇〇さんとよくゲームは被るんですけど仲良しなんですか、キャーなんて言ってる人がいるんですけど、そんなことないですね。仲良しだと思いますけど、なんで、実況者同士が同じゲームを同じタイミングでやるかっていうのは簡単なことですね。例えば同ジャンルですね、ホラーゲームが好きな実況者が、そのタイミングで発売された新作のホラーゲームがあったら、それは飛びついて当たり前です。だから発売日を確認してない人が多いと思いますけど、
受給者同士が同じような趣味の受給者同士がね、同じタイミングの新作ゲームに飛びつくのは当然のことなので、同時期に同タイトルが被ることが多いです。あと、他の配信者で見た視聴者さんがそのゲームが楽しいって思ったら、また自分の好きな実況者にその、他の配信者で見たゲームをリクエストして、その配信者がやるのでそこでも被りますと。そういった、流れがあるので、ゲーム自体はよく配信者同士では被ります。配信者同士が被せてるんではなく、見てる人が被せる、あるいは発売のタイミングで被ることが多いです。続いての質問です。ゲーム実況を始めたい、機材にいくらぐらいかかりますか。はい、これゲームを今からやりたい人がいると思うので、ざっくり答えますと、パソコンを持ってないとダメです。パソコンも少なくても10万円以上ねするパソコンじゃないと、ゲームおよび、エンコードとかのね、あの処理も大変だとございますので、最低でも10万以上は必要だと思っていただいていただいた方がいいと思います。で、ゲーム機もそうですし、マイクなんかは問題、500円とかのマイクで十分だと思いますけど、その、家庭用ゲームだったらキャプチャーボード、これも5000円から1万円ぐらいしますし、そういうの、ゲーム機もそうですし、まあでもそんなもんかな。キャプチャーボードのマイク、そしてパソコンは絶対必須かな。で、パソコンのゲームをするんだったら、パソコンはその録画をしながらそのゲームを動かさなきゃいけないので、さらにいいゲーミング PC じゃなきゃいけないので、もっともっとお金がかかります。だからゲーム実況始めたい方はですね、お仕事として始めるんではなく、趣味として始めつつ、その先将来を考えていって始めていただければと思います。それで食っていこうと思わないことですね。はい、だから少なくとも10万円以上は必要です。続いての質問です。さっきの質問と多分近いんですが、ぶっちゃけて YouTuber、 過去ゲーム配信者ですかな、ゲーム配信系 YouTuber かな、として食っていけますかということです。質問からお答えすると、ぶっちゃけて私は食えてます。はい、夢も希望もないんでね、私が食えないって言ったら夢も希望なくなっちゃうので、はっきり言いますけど、私はもう食えてます。YouTube じゃなくて、そもそも7年ぐらい前からもうゲーム実況だけで食べてて、実際アルバイトもね、お仕事もして、お仕事はしてますけどね、お仕事はしてるって言い方ないんですけど、ゲーム実況以外では稼ぎはないですね。一切ゲーム実況だけでもう7年ぐらい生きてますので、頑張れば食っていけると思います。はい、ぜひですね、そこも皆さん頑張って YouTube 目指したい、 YouTube というかね、ゲーム配信者として頑張ってください。続いての質問です。事務所とかに所属してるんですかと。そうですね、今はしてないです。というか今年の夏まではですね、事務所ではないんですけども、まあ、ある企業さんのね、担当者さんと専属契約という形で、その方からの仕事をメインで受けるっていう契約はしてたんですけど、まあ、その方がね、企業退職されましたので、それも8月で解消となりました。なので現在は完全にフリーでございます。取得するつもりはありませんけども、企業案件等のね、お仕事のあった場合はまたどしどしメールいただければと思います。てか今もね、ありがたい話でね、1日何件もねメールもらえるんですけど、ごめんなさい、メールね、企業さんからのメールなんですけど、返信できてないんですね。前は一個一個ねちゃんと、すいません、今回ちょっと自分に合わなかったので、またの機会をお願いしますというふうにね、お断りのメールを入れてたんですけど、お断りのメールいると、なんていうのかな、人によってものすごい食い下がってくるのがいいんですよね。なんでダメなんですかとか、さらにこうしたらダメですか、これをしたらダメですかと、最終的には精神論まで語られちゃって、私は、この仕事に命をかけてるのがもうちょっと、ね、めんどくさいので、ごめんなさい、お断りするときのメールは今お返しできてないんですよね。なので、もうちょっとメールが返ってこないって方はですね、その都度また送っていただくかですね、今回はちょっとお断りっていう形に捉えていただければと思います。はい、最後ですね、最後は何歳までゲーム実況を続けますかということです。そうですね、ゲーム実況自体は別に商売にならなかったとしても続けられるので、まあ、いつまででもできると思いますけども、まあ、そんなにいくつまでもね、おじいちゃんになるまで続けてもなと思います。なのでちょっと考えてるのは、自分もやりつつもね、誰かをこうね、育てる側なんか面白そうかなと思ってるんで、まあ、もしかしたらうちのね、娘か息子がね、ゲーム実況やりたいって言ったらそっち側に回るかもしれないですね。夢がある話です。でもまあできる限りはやり続けたいかなと思います。さ、パパッとね、本当に早口でやってきましたけども、よくある質問を全部お答えさせていただきました。
最初から言うと、愛とは忍者飯で、埼玉県の入間市は関係なくて、家族は4人、ペットは3匹、ツイッターの声優さんとは普通に仲良しの人が多い、ホラーゲーム以外のゲームはプライベートでいっぱいやっておりますと。エンディングは私の曲です。配信者同士でゲームが被るのは、その発売のタイミングにゲームに飛びついているからです。ゲーム実況を始めたい方はまずパソコンを買うところから始めてください。そして YouTuber としてぶっちゃけ食えるかといったら、私は食っておりますが、食うまでは非常に大変ですと。で、事務所には所属しているかは現在は所属しておりません。案件がありましたら直接メールください。何歳までゲーム実況を続けますかと聞かれたら、それは、できる限りは続けていきたいという感じでね、今回まとめて、質問軽く流させていただきました。今後ね、具体的にもっとね、質問コーナーという感じで、動画のコメントおよびツイッターの方で今度募集かけますので、そしたらまた、たくさんのね、質問いただけたら嬉しいです。人ってね、人から質問されて答えるの大好きなんですよね。自分のことを知ってほしい人間なので、こういうふうにですね、質問されることは大好きなので、今度質問コーナーやりますので、ぜひ皆さん質問していただくと私が嬉しいです。よろしくお願いします。というわけで今回はよくある質問を、11個答えさせていただきました。お疲れ様でした。